チャンスはたくさんあると思うので、本当に自分が思った時に何か行動をするということが一番大事だと思うので、そういう自分のこの瞬間的な気持ちみたいなものをなんかこう持っててほしいし、coming today and nice to meet you for everyone who is live streaming right now. I am Natalie Emmons, your host for today. The title of the show is Wish, as in reaching for your dreams, wish. And today the program is going to fly by, so please enjoy every spectacular moment. 皆さん楽しんでいてください。一度ダメだったとしてもチャンスはまたあるんで、若ければ若いほど、そういう意味では夢をこう持ち続けてなんか頑張ってほしいなというふうに思いますね。From the world of law enforcement. She is an active Los Angeles police officer while being the mother of two children. Also, in 2021, she founded a non-profit organization, Love Spectrum, for victims of human trafficking. Please welcome Ms. Yuri Nagata.本日はお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう警察官ということで、はい、しかも日本人女性、はい、たくさんお聞きしたいことがあるのですが、聞いてください。ありがとうございます。楽しみだ。楽しみです。まずはなぜ警察官に、しかもロサンゼルスでなぜ警察官になろうと思ったのでしょうか。そうですね、やっぱり私学生の時に妊娠しまして、で結婚したんですよ。でしばらく専業主婦をしてて、ずっと育児に専念したんですけれども、で離婚になりまして、で離婚になった途端やっぱり現実じゃないですか。だからそれで、あ、じゃあ仕事をしないといけないって言って、もうとにかく、まあ、専業主婦をやって仕事に就くって結構すごい大変なトランジションなので、そこですごく苦労をして、で、まあ、最初はいろいろやったんですけど、でフルタイムの仕事をしていくうちに全然興味がないってなったんですよ。週に40時間勤めに出るわけじゃないですか。その時間の長さにも驚いてしまって、みんな世の中の人はこんなに仕事してるんだと思って、でその40時間も私はここで化粧品を売ってていいのだろうかってなったんですよ。だったらこの40時間を誰かのためにもし使えたら、すごいいろんな人助けられるじゃないですかと思ったので、あ、警察しかないみたいな感じで警察になりました。人のためにってことですよね。役に立つ仕事がやっぱりしたいっていう部分ですね。いやでもロサンゼルスでの警察官ってやっぱりこう安全な、世界一安全な日本とは違うじゃないですか。その時やっぱり怖かっ
ったりしませんでした？それがゼロなんですよ私、怖いとかがなくて、一番怖かったのは多分警察学校です。ウルサクルミの方が怖かったです。もうみんな先生怖いし、もう息もできないぐらい怖かったんですけど、でもそれ自分がパトロールカーに乗って LA をパトロールするってイメージした時に怖いとかは全くなくて、逆にシューティングがあったら行きたいとか、こういうことがあったら行きたいとか、もう人が匿名になったら自分が最初に入っていきたいとか、なんかそういうなんか多分変わってるんですよ。ヒーロー、勇気やヒーロー、多分一本ちょっと普通の人にある線がない性格なので、行きたい行きたいみたいな、行きたい行きたいって隣の街とかでも行っちゃって、で上司に怒られる人なんですよ私。いつの間にか気をつけろと、そうお前はやりすぎだからちょっとやめ抑えてくれみたいな感じだったのです、でもちょっとその警察学校って言葉が出ましたけど、うん、実際にそのロサンゼルスで警察官になりたい、ユイさんみたいになりたいとしたら、そのトレーニングとかなるまでのテストってどんな感じなんですか？まず、まあ、私が申請したのは LAPD なんですけれども、うん、私もその SNS とか YouTube とかでそのいろいろ情報発信している中で、うん、私も警察官になりたいですって人結構来るんですよ、うん、でもいつも言うのはまず市民権が必要だよ、うん、英語話せるのは条件だよっていうこと、うん、あともちろん体力とか健康面も結構良くないとできない仕事なので、うん、でまあとにかく最初はだからもうスピーディングチケットとか逮捕歴とかやっぱり麻薬に手出したりとか、まあ、マリファナ吸いまくってたりとかそういうことしてると多分無理ですね、落とされます、うん、チケット1個ぐらいなら大丈夫なんですけど、うん、1個1個全部説明しないといけないですし、やっぱり普段から警察らしく生きてきた人しかちょっと難しくなってくる部分はあります。で警察学校入ったらもうとにかく勉強勉強勉強、体力勉強体力勉強みたいな、ずっと筋トレとかですね、ちょっと走らせられて。上下関係とかも結構厳しいんですか？あ、もう軍隊なんで完全に。もう前から先生が来たらもう全員壁にピタッてくっついて、もう気をつけして、もう眼球は動かさないみたいな。眼球は動かさない、眼球は動かしちゃダメなんです、もうずっとこうやってやってる感じですね。どのぐらいの期間警察学校に？警察学校は6ヶ月です。6ヶ月なんですね、はい、でもその間もスパルタのトレーニングですよね。そうですね、教室から教室までその歩くってことは許されないんで。何するの？走るんですよ。走るんですか？そうなんです、走るんです。ダラダラすんなっていうメンタルなんで、走れ。もう本当大変でした。あれはもう本当やりたくないです。そんなスパルタの後でも怖かったこととか、一番何でも怖くないですか？勤務中で一番怖かった出来事など教えていただければ。多すぎて、多すぎてっていうか、やばいっていう感覚、危険怖いとかじゃなくて、やばいかも、ちょっとピンチかも、これはっていうのはすごいあったから、はいはいはい、その一つ選ぶってちょっと難しいんですけど、はい、でも、まあ、夜勤の時に、うん、とある、はい、空港近くのホテルで終電があったんですよ、うん、でその時そこに現場に行けたのが私と新人の男の子だけで2人なんですよね。で、まあ、警察官に言ったら多分みんなゾッとする話なんですけど、はい、ホテルってこう高いじゃないですか。で窓がたくさんあるから、着いた警察官としてはどこから弾が来るかわからないんですよ。そのベガスシューティングとかあったじゃないですか。ああいうホテルとかになると本当に難しいんですよ、どこから来たかっていうのが弾が。だからそれで着いた瞬間にやっぱり男性が血を流して倒れてます。もう私からしたらとにかく彼の処置と犯人を探すっていうことにこうなるじゃないですか、うん、でもどこからいるかわからない、私と新人、何もわからない新人しかいなくってっていう時はちょっとピンチを感じましたね、うん、夜ですし2時とか3時ぐらいだったので、どこから来るかわからない、どうしようって、応援もないしっていう時はちょっと怖かったですね、はい、大丈夫でしたけど、大丈夫、生きてますけど大丈夫でよかったです、はい。でもその防弾チョッキとかは着てますね。でも結局ここだけなので。そうですよね、ここ言ったらここから上、ここを全部撃たれたらもう横とかもないので、うん、そうなんですよ。あんまり別に守られてない、守られてない、あんまり守られてない
リカやっぱりそのシューティングとかどうしても治安が悪いってイメージとか、実際に私もちょっと怖いなって思った経験とかいくつかあるんですけど、個人で普段身を守る方法、防弾チョッキはさすがに身につけられなくても何かこう持ってるといいものとかっていうのは、そうですね、まあ、アメリカにいる方限定ですけども、あとは州によってやっぱり法律が違うので、そのお住まいの地域の法律をちゃんと確認した上でですけど、やっぱりあの女性だったらナイフとかテーザーガンとか、まあ、持っててもいいと思います。私は全然ペパースプレーとか、ペパースプレーは持ってます私も、うん、ただ使い方を知らない方が持っちゃうと余計危ないんですよ、うん、使おうとして失敗して取られて使われたとかなったらもうおしまいじゃないですか、はい、だから使う武器を持つっていうことは責任も伴うので、ちゃんと使い方をマスターして自分で、そう、あの心の準備がないと、そうですよね、こう使う瞬間にあでもどうしようってなるんだったら持たない方がいいですっていう。確かにペッパースプレーとかだったらまだこうシューって、そうですね、ちょっと距離があっても使えるんでいいですよね。逃げるのがやっぱり先決ですか、何よりも逃げる、そうですね、やっぱり逃げれるなら逃げるのが一番いいです、うん、なるほど、はい、ヒールだったらヒール外して逃げた方がいいですよね。もうカバン取られそうなったらあげちゃってっていう、あそうなんですよね、命の方が大事なんで、うん、カバンを取られたらあげましょう、逃げます、カバンを取られたらあげてね、逃げましょう、ね、もう一つ私が聞きたかったのが、はい、あの警察官っていうとやっぱり結構男の人がたくさん働いてるようなイメージなんですけど、こう女性としてこう苦労したことというか大変だったこと教えていただきます。まあ、結構あるんですけれども、うん、やっぱり月に一度女性の日が来るわけじゃないですか、うん、その時ですよね、もう本当にきついのは、でそれがいつ来るかわからない、うん、特にまあ不順の方とかもいるじゃないですか、うんうん、そういう時期とかはもう、うん、え今日みたいになるんで、うん、なんか例えば今から絶対3時間この場から離れられないみたいな時とかになってしまうとそのままですよ、放置です。そして自分が警察学校卒業した後とか、はい、新人の頃、はい、あの自分をトレーニングする警察官と一緒にいるんですけど、そのトイレ行きたいとか言えないんですよ絶対、もう本当軍隊みたいな感じなんで、そうそう、もう、はい、だからそれはすごい辛かったですね。それで6時間半ぐらい私トイレ行けなかったことがあって、もう最悪で、あなんか制服混んでよかったって思いましたね。でもそこはちょっと分かってほしい場所ですね。そうですね、うん、何にもできないですもんね。そうなんですよ、対応がそうなんです、すごい辛かったですよ。This episode will be available on YouTube this coming Saturday. For details, please check out our Facebook page. Next, more exciting materials to show you all. Tradition is tasted, resplendent with grain. Sips of time slip through light. I'd hold this taste to feel forever. It pours a century of wisdom. It pours a generation of legacy. Sourced from a sacred mountain, it rises.How many ways can this taste dazzle in days? This taste lives forever. まあ一度ダメだったとしてもチャンスはまたあるんで。こう持ち続けてなんか頑張ってほしいなというふうに思いますね。ハロー、This is Yoyoka. Here is my video. Enjoy!
watching. See you next time. Hey there, and welcome to the Ultraman Connection Collectible Navi. Today we're going to check out the SH figure arts of Ultraman Regulos. From the Ultra Galaxy Fight, Destined Crossroad web movie, Ultraman Regulos, and the upcoming First Mission web miniseries appears in the SH figure arts is no other than Ultraman Regulos himself. Having earned the crest of the Cosmo Beast style, Ultraman Regulos is ready for the next battle. Featuring a wide range of articulation, this one figure you don't want to miss out on. So this figure will stand about 5.7 inches tall or 14.5 centimeters. He's made of PVC and ABS plastic. This Ultraman Regulos figure has 7 pairs of interchangeable hands. Replacement right hand for reproducing the Phantom Beast Hauken, pair of alternate arms, a pair of alternate forearm pieces, and we also will have some other cool bonus items which we'll show you in a moment. But here we can see we can switch out the forearms to have him without those kind of chains on his hands, and so you can also use all the different types of the fists. So you can this one so Ultraman Regulos has Cosmo Beast style, so it's very similar to the Chinese Kung Fu martial arts. So you have like different fists, such as like a panther fist, a tiger, dragon, crane, and snake fist. Here's a 6-inch Bandai Movie Monster Series. You can get a size difference. And here's a really neat bonus items for Ultraman Leo and Astra with the nice orbs replicating the awesome scene from the movie. And you can get this figure at MutekiSales.com. The SX Figure Arts Ultraman Regulos is a very cool release. The only drawback I would say are the arm attachments. It'd be super careful and have a lot of patience when you're trying to put those arms in. When they do go in, it actually clicks and it sets in very easily. But when you're, you know, when it's not going in, it's kind of frustrating. So take your time, be very careful. You don't want to put too much pressure because the plastics inside are kind of fragile. But yeah, all those different hand accessories, doing all the different Cosmo Beast martial arts is really cool, and I really love you have so many accessories, and you also have the optional parts for Ultraman Leo and Astra to recreate that awesome scene in the Destined Crossroad. So very cool stuff. So yeah, be sure to check out our other video on the SX figures of Absolute Tartarus. And yeah, I think your SX Figure Arts collection can continue to grow. Alright, till then, see you next time. Next, we have a new music video of Livera. And we have a great news. Livera will be coming to the US for a concert tour this summer. They will be performing in Washington DC, New York, San Francisco, and their last stop at Los Angeles on August 3rd. Hello, I'm Sam. And I'm Leon. And we're from Libra. Libra is coming to the US this summer and will be performing at Los Angeles at Bel Air Church on August the 3rd. For more details, please check our website. We hope to see you all at our concerts. Bye! We hope you enjoy the show. We will continue to introduce successful people from various fields, as well as supporting young up-and-coming talents who are passionate and dedicated to advancing their careers in their industries. Don't forget to tune in. Until then, you have a wonderful week. See you next time. Let's see who our guest is on the next episode. Hi, I'm Joseph from Libera. Thank you for tuning in to Creative World. Bye. See you next week. Bye. Please subscribe to our YouTube channel. Also, please check out our social media sites at CWTV Hollywood. チャンスはたくさんあると思うので、本当に自分が思った時に何か行動をするということが一番大事だと思うので、そういう自分のこの瞬間的な気持ちみたいなものをなんかこう持っててほしいし。Thank you so much for coming today. And nice to meet you for everyone who is live streaming right now.
I am Natalie Emmons, your host for today. The title of the show is Wish, as in reaching for your dreams, wish. And today, the program is going to fly by, so please enjoy every spectacular moment. 皆さん、楽しんでいてください。一度ダメだったとしてもチャンスはまたあるんで、若ければ若いほど、そういう意味では夢をこう持ち続けてなんか頑張ってほしいなというふうに思いますね。